神戸市東灘区阪神大宮駅の近くで1歳未満のワンちゃんのしつけ方教室をしています藤本です。今日はですね、子犬のしつけで一番気をつけることについてお話していこうかなと思います。はい、まあ、子犬ちゃんのね、しつけをね、もう皆さんコツコツとされてると思うんですけれども、まあ、進めていくにあたってここ絶対に気をつけた方がいいですよっていうポイントが一つ実はあるんです。はい、なので、子犬ちゃんのね、今しつけを頑張っている方で、進めていってるけどもなんかちょっとうまくいかないなとか、進めていってるけどこの調子でいいのかな、ね、チェックした方がいいかなってね、考えている方はぜひ最後までチェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせです。この YouTube の他にブログ、あと Instagram しています。ブログは僕の思いを発信しています。Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子アップしています。下の概要欄からチェックできるんで、よかったらチェックしてみてください。じゃあ、今回ね、そのしつけをやっていくにあたって、ここ絶対に気をつけた方がいいですよっていうのが、嫌がり始めた時です。嫌がり始めた時。はい。で、まあ、嫌がるっていうのが、こう、なんだろうな、こう、来ないとか、あっち行っちゃうとか、ね、ちょっと噛んでくるとか、いろんなね、嫌なサインっていうかね、表現があると思うんですけども、それをいち早く察知することが大事なんですよ。いち早く大事。で、なぜかというと、なんかやり方がおかしいっていうわけなんです。はい。で、大事なのは、これね、最初はできちゃってるんですよね。最初はできるからこのやり方でいいんだ、ザーっていくんですけど、なんかある時ちょっとおかしいなっていうことになってきやすいんです。はい。最初の時は多分丁寧にできてたんですけども、いつしか慣れてきてるんで、なんかどこかが雑になっちゃってるんですよね。はい。なので、なんか最近ね、なんかうまくいかないな、なんかおかしいんかなっていうのを、ワンちゃんが、じゃなくて、ね、そういう時期だ、でもなくて、はい、なんか性格が変わったでもなくて私がってなった瞬間にうまくいきます。はい、なのでなんか嫌がり始めた時っていうのはなんかちょっとね、自分がなんかちょっと変えないかんのかなっていう視点でやっていくとうまくいくかなと思いますので、ぜひその視点で見てみてください。じゃあ具体的になんかちょっと、なんか嫌がり始めた、じゃあこの時じゃあどうしたらいいんですかっていうことで宿題をお話しさせていただこうかなと思います。これね、どうしたらいいかというとね、もうね、もう基本は全てはスモールステップです。スモールステップ。ね。まあ、もう、なんて言うんだろうな、ゴールがあるじゃないですか。こうしなってほしい、こうしてほしい。で、今ここ、最初です。いきなりここは埋めれないんですよね。だから1段、2段、3段、4段、5段、6段、7、8段、9、10段とか積み重ねていくんですけども、例えば、こういう積み重ねていくうちに、5段目で何かできなくなってきたなと思って、だからなんか嫌がるとかなんかなるんですよ。ね、なんかできないな、できないな。で、この時は4段に戻るんです。4段があかんかったら3段に戻って、3段もあかんかったら2段からやったらいいんですよ。それを、とかって、なんでうちの子できないのみたいなって感じで、うちの子ってなったりだとか、これも強行し始めるとかね。すると、まあ大体みんなうまくいかないですね。1個戻る。はい、スモールステップなんで1個戻る。っていうのをやりながらやっていくとうまくいくかなと。感じますのでぜひやってみてください。なるほど、じゃあちょっとスモールステップでやってみようと思いましたが、いいねとかコメントいただけると励みになります。よかったらお願いします。まあ、こんな感じでね、今回はね、この嫌がり始めた時結構皆さんあるあるだと思うんですよね。その時にじゃあどういう風に考えて、やっていったらいいのかっていうお話をさせていただきました。うちではですね、しつけ方教室でそういったお話もさせていただいております。しつけ方教室の前のね、入学説明会、そちらでもね、お話しさせていただいておりますので、1歳未満しつけ悩む方とか、しつけ教室どうしようかなって悩んでいる方は、ぜひね、まずこの入学説明会をチェックしてみてください。概要欄のリンク貼っております。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。